赤ィ半島はニューブランズウィック州北東部に位置する赤ィ半島はカナダのニューブランズウィック州の北東端に位置する地域。北はシャルール湾に囲まれ、東はセントローレンス湾に隣接している。半島の住民のほとんどが赤ィ人であることにちなんで赤ィ半島という名称がついた。半島の範囲はグロセスター軍東部とノーサンバーランド軍の北東端を占める。 アカディ半島は1万千年前に小アメリカ人が渡り、3千年前にミクマクが定住し始めた。11世紀にバイキングが上陸したという説もあり、18世紀からヨーロッパ人が初めて京を構えた。半島は1534年にジャック・カルティエによって調査され、1604年からフランスの植民地、アカディの一部になった。18世紀初頭 半島に初めて永住するヨーロッパ人はガブリエルジローにカラケットを創設するものである。18世紀中央では赤ィ人は国外追放から逃れ、1757年から半島に避難したが、1761年のローデリック・マッケンジーの襲撃で再び国外追放された。18世紀後半で漁業に基づいた経済が発展し、 アングロイコールノルマン少数派によって支配される。19世紀後半になると半島の近代化が少しずつ進み、1887年のカラケット戦の建設は生活様式を根本的に変革した。経済はカナダの連邦化、そして大恐慌に打撃を受けた。20世紀では最貧困層が生き残ることを可能にするために、後輩地に、 村が点々と設立される。共同組合運動、文化生活、そして20世紀後半に観光が発展する。1980年代から2000年代初頭にかけて、赤で半島はいくつかの経済問題に苦労する。しかし、2009年には赤で世界会議が開催され、それ以来、複数の都市では、経済と人口の成長が見られる。赤で半島は、 中の北東端で大まかに三角形を形成している。半島には、グロスター軍の東部とノーサンバーランド軍の北東端、つまり、グランイコールタンスとバーティボックブリッジの北、西にノートルダムイコールでイコールゼラブルまで広がる。南部のネグワック地域は、行政上及び経済上の理由から必ずしも、境界に含まれているわけではない。西部は、すなわち、 三崎地域とアラールビルや酸素ブールの村は時々地理的にアカディ半島に含まれているが一方で歴史的かつ経済的にシャルール地域に当てはまるアカディ半島は西側のシャルール地域と南側の南ミ市ミ側の渓谷に接する面積は約 2000km にアカディ半島にはカラケット、シパガン、トラカディという3つの主要都市がある それらは三角形を形成しており、その中央にポークムッシュがある。グランイコールタンスとカラケット島の間の北の海岸はわずかに傾斜した低地で、グランイコールタンスの30メートルほどそそり立つ崖のおかげで湾のほぼ全体を遮るものなく俯瞰することができ、そのふもとに砂浜が広がる。南には5キロメートルを超える湿地帯と低地にカラケット川の谷がそびえる。 カラケット島とバーティボング川の間の海岸線の一部は、長い砂丘、砂浜、石湖湾で結ばれており、川口でのみ遮られている。しかし、もう一面の崖は、ラメック島の東とサンシモン湾にそびえ、その崖は、データンで形成されている、特殊性を持つ。地域の西側は、より険しく、最高点は、アルンウィック教区の北西端にある高原で、 高度120メートルを超える。他に名高いピークは、ビュット・アモリソンとビュット・ドール。ポークムッシュ川やタブシンタック川のように、いくつかの川は峡谷に囲まれている。半島に複数の島所があり、カラケット島、メゾネット半島、イル・オフォアン島、フォックスデン島、ラメック島、ミスクー島、マンドウ島、ポケスディ島、ポケスディ、ディ小島、ポルタージュ島、サーブ島。 タブシンタックとネグワックの砂浜は、サスによって形成された群島である。ミスクウ島、フォックスデン島、ラメック島が赤で群島を形成している。いくつかの川には小島がある。河川は一般的に広く、広大な泥探地または湖を源とし、分水嶺は東に流れる。一部の川は急勾配の検層を有するが、ほとんどが蛇行しており、低速である。 名だたる河川は、北から南に上げると、ノール川、カラケット川、サンシモン川、ポークムシュ川、プティートラカディ川、グランドリビエールトラカディ川、タブシンタック川、バーントチャーチ川、バーティボック川。湖は少なく、小さくて浅い。主にデータン地に位置し、最も重要な湖は、ミスクーダイコとグレコ。グランイコールタンス協会のように、グランイコールタンスでは、 現地の岩石はいくつかの建物の建設に使用された。この地域の仮想度は、主に石炭機の後半に遡る、ピクトゥ総群の堆積岩で構成されている。西部では、砂岩はうぐい水色、灰色、シャモア色、赤色をしており、すべて形質粘土岩と液岩が挟まれている。海岸では、灰色の砂岩は、赤い砂岩と周回で覆われている。滑石はいくつかの場所で見られる。 ピジョンヒルでは、化石は、部分的にクジャク石とコネライトで覆われている。気力岩で構成されるカラケットの堤防の範囲は、カラケット島から、カラケットやパッケットビルを中心に、ルイソアラトルイットという小川まで一直線に広がる。カラケットと島に露出しており、1億7800万年から2億年前に形成された。変動量の石炭や魚、石油が火葬土に潜む。 かつて、グランイコールタンスには広大な沿岸採石場があり、その石は地域で石臼を作ったり教会を建てたりするために使用されてきた。教会を建てるために砂岩はパケットビル地域で採掘されていた。石炭気候班の岩は風化されると酸性で深い土壌が形成しやすい。海岸では仮想土に含まれる周回のせいもあって土壌は比較的肥沃だが、 高知ではごわずかだ。一般的に高知では表面の浮き彫りは浅く、岩石はそれほど多くないが、海岸では浮き彫りは浅くも激しくもあり、場所によって大きく異なる。海洋起源の堆積物は海から約 10km まで存在する。有機起源の土壌は広大な出端地を含む平坦で水はけの悪い沿岸地域で形成される。 氷河期念の大規模な堆積物が存在するため、ポークムッシュ川の上流の谷は最も乾燥した地域となっている。気候はアパラチア山脈とその南の湿地帯のために乾燥しており、セントローレンス湾のおかげで涼しい。樹木を傷つけることが多い、普段より2倍強い海岸の風を除けば、半島全体で気候は似ている。バイコールカラケットとミスクーに 気象観測所がある。半島は東部低地の生態域にあり、東部低地は北にバサースと、南にサックビルと間のより広い範囲に広がる。具体的には、赤で半島はカラケット生態地区の大部分を構成しており、海岸線を含む約1 0トルの内陸部に広がり、タブシンタック生態地区はその後廃地に位置する。西部は広大な森林に覆われており、アラルビルや、 山村の人が住んでいる地域が点在する。他にも小さな森があり、主なものはパッケットビルの北西と北東、カラケットの南に位置する。ほとんどの町村は森で区切られている。東部はデータン湿地と湿地帯で構成されており、その中でも最も大きなものはテルノワール、シュパガン平原、ラメッカ平原、ミスクー平原である。この地域の生物多様性と希少種は、 タブシンタック自然保護区とノール川とインカーマンの鳥類保護区の作成につながっている。ミスクーでは産業や農業が厳しく規制されている。植物障海岸では植民地化と伐採の長い歴史により、紅葉樹、特にアメリカ花の木、アメリカ山ならし、灰色看バが優勢である。くぼ地やザラザラした土のある地域には黒頭皮とバンクス松が生息している。 斜面には、アメリカ花の木、赤頭皮、アメリカのストローブ松、バルサムモミ、ツガが生息する。高地では酸性で、水はけの悪い土壌と火事の頻度が新葉樹の優勢につながる。バルサムモミ、赤頭皮、ツガ、カナダ頭皮は、落葉樹と混ざり合って、斜面を占める傾向があるが、バンクス松は、タブシンタック川、プティトラカディ川、グランドリビエールトラカディ川、 紅葉樹の林文は稀で、最も急な斜面と尾根でのみ成長する。通常、アメリカ山ならし、アメリカ白ンバアメリカ花の木からなる。佐藤河出は、パケットビル周辺の雑木林に生育しており、パケットビルの楓畑には、樹齢200年以上のがある。津川、今や森からほとんど、姿を消した。匂いひばと、アメリカカカラマツは通常、 水はけの悪い地域の黒頭皮の近くで育つ。セントローレンスシオンとホウキニクは至るところに生える。後者は地域特有の形をしており、かつてはバサーストシオンという固有種だとみなされていた。グランドリビエールトラカディ川にはサングイナリアカナデンシスやパイローラマイナーなどの珍しい植物がいくつかある。シパガンのアメリカニレは数世紀前に遡る。 動物ショーミスクー島には多くの種類の渡り鳥が生息しており、その中で迷い鳥もある。最も希少なのは、フエコチ鳥という。タブシンタック渓谷は、フエコチ鳥やアジサシ、その他の海鳥の重要な繁殖地となっている。タブシンタック側の川口部は、はるか内陸部にまで入り込んでおり、ミサゴ、オオアオサギ、白頭ワシ、水鳥の絶好の場所である。 沿海州で最大のゴイサギの集団繁殖地があるのはインカーマンの近くで、そこで強制しているオアオサギもいる。沿岸の潮沼にはリセなどスパソシ、メジストシミラ、クピドアメンチュラ、コエナニーフォニップジケット等数種の蝶が生息しており、後者は絶滅の危機に瀕している。タブシンタック製体育ではエクリッシェエッセイピオラスとバロリアチャリコーリアは、 西部の奥で見られる。トラカデタ大河に沿って無数のスペレやキュベレを見ることができる。西打ちは19世紀初頭までミスクーの西海岸を寄っていた。ミクマクの土地コアメリカ人は1万1000年前にカナダ東部に到着した。主に漁業やアザラシなどの怪獣を狩猟して生活していた。シャドで多くのものを塗り、墓の中にこの物質があったことは、 コアメリカ人が成功な埋葬儀式を行っていたことを示唆している。コアメリカ人がどこに住んでいたのかは正確には分かっていないが、ポークムッシュガーのほとり、グランドリビエル・トラカディ川、タブシンタック川、バーンとチャーチで居留地の跡形が発見されている。ミクマク族は約3000年前にカナダ西部から到着した。この民族の最も古い居留地は、 ミラミッシュ川のほとりにある、レッドバンクという村である。半島内の主要な川沿いの居留地に加え、ミスクー、インカーマン、トラカディ、タブシンタック、バーンとチャーチにも村があった。ミクマク族は遊牧民だったが、特定のところどころで定住し、一年間を通じて何度か移動しながら狩猟していた。農業をしていなかったため、トウモロコシなどの食料を得るために、 他の民族との貿易ネットワークを築いていた。ミクマク族はカヌーであちこちを移動し、様々な川をつなぐ大規模な水路網を持っていた。ガブリエルジローが初めて今日構えた場所。最初に半島に到着したヨーロッパの探検家は、聖杯を追求する騎士だったのか、アイルランドの修道士だったのか、いくつかの仮説が立てられている。通説は、千年頃に、 ランスをメドウに定住していたバイキングがこの地域を訪れたとする。13世紀にはヨーロッパの漁師たちがこの地域を頻繁に訪れ始めた。ミラミッシュ川の最初の探査はおそらくポルトガル人のジョアン・アルバレス・ファグンデスによって1520年から1521年の周りに行われた。フランスの探検家ジャック・カルティエは1534年7月に セントローレンス湾の海岸を探検し、同年でミスクーに上陸する。その後シャルール湾を探検するとともに、ミクマク人と取引する記録が残っている。1604年、ピエール・デュ・ガド・モンスによる赤での創立後、サミュエル・ド・シャンプランは赤で半島を含むフランスの新しい植民地の海岸を探索した。1619年からミスクーに、 釣り場とカトリック伝道が設立される。アカディ半島に高級的に住む最初のヨーロッパ人はおそらく18世紀の初めに到着したブルターニュ人のガブリエルジロー。同人は1731年頃にカラケットを設立する。ノルマンディーの4つの漁業家族がカラケットに定住するようになる。1653年、ニコラドには半島を含むカンソミサキと カスペの間の海岸の漁業独占権を与えられた。翌年にはこの領地の総督となり、ブルトン岬に定住したが、ミスクー、ニッピジグイト、ミラミ市にも、章を設置する。数回の破産を経て1670年に、フランスに戻り、息子のリシャールドニド・フロンサックに土地を託した。リシャールは、ニッピジグイトに定住し、1670年代、 後半にミラミ市のサントクロア城に転居する。ミクマク人のアンナパララベゴと結婚する。リシャールドニは宣教師の司祭を連れてきて土地を工作させた。彼の土地には200人のフランス人が住んでおり、当時のアカディにしてはかなりの数だった。宣教師が残ることを保証するために1685年にミラミ市の土地を与えた。ドニド・フロンサックは1686年に家を 売却し、おそらく現在のバーントチャーチと呼ばれるシェナボディッシュに定住し、石造りの城を築いたと思われる。1689年に、女房のアンナ・パララベ語が亡くなり、ドニド・フロンサックは、ケベック市に引っ越し、フランス人のフランソワーズ・カイロテオと再婚する。儲けた息子ルイは1690年に生まれ、1年後にドニド・フロンサックが亡くなった。ミラミシの財産は、 おそらく1690年にウィリアム・フィップスのケベック遠征の際に破壊されたものと思われる。マサチューセッツに仕えたフランス人のダビッド・バセも1691年にミラミシを襲撃した。サント・クロワ城は1698年に完全に破壊された。リシャールド・ドニド・フロンサックのメティスの子供たちは相続を受けていないようで。 フランスワーズとの間に生まれた類が成人するまで土地は党の新妻が管理するようになる。19世紀のミクマク人。16世紀以降、ミクマク人は一般的に有害とされるヨーロッパ人との接触の影響を受けてきた。遊牧民だったミクマク人は定住者になる。リシャールドには周囲のミクマク人をシェナボリッシュに定住させるように誘ったが、それは 宣教師が彼らの定住化がキリスト教家を促進すると考えたからである。毛皮貿易により、ミクマク人が銅鍋などの有用な道具を得ることができたが、ますますヨーロッパの技術に依存するようになり、さらには農業などで食生活が表現する。1685年から1688年にかけて中リ神父を中心とした。 最初のトウモロコシの栽培がミラミ市で行われた。17世紀前半には早くもイエズス会はヨーロッパの商人が販売していたアルコールの弊害に気づいた。他のアメリカ先住民と同様にミクマク人もヨーロッパ人の感染病に大きく苦しんでいた。16世紀には1万人だった人口は17世紀には約3000人にまで減少し、 その後は再びゆっくりと増加していった。和ナキ連盟はフランスと同盟を結んだため、ミクマク族は他のアルゴン金属と一緒にイギリスと対峙しなければならなかった。このようにして、ミクマク人はニューイングランドへの攻撃や1697年のセントジョンでの闘争に参加していた。1713年にイギリスが赤デを支配するようになってから、 イギリス人はミクマク人を絶滅寸前に追い込むほど攻撃が相次いだ。バーント・チャーチ、ポークムッシュ、タブシンタックの保護区は1802年にミクマク人に付与された。1754年のアカディ・アカディ半島は1757年、国外追放からの難民がカラケット、シパガン、ネグアックに定住したため、移民の膨大な第一波を受けた。 1758年に、ガスペのアカディ人とノルマン人の難民によって、設立された町、プティー・ロシェから、イギリス人との通商破壊が組織された。1760年7月、レスティグッシュの戦いが行われ、フランスはイギリスにシャルール地域の支配を完全に奪われた。プティー・ロシェは破壊され、その住民は避難し、フランス人のほとんどはフランスに戻ったが、一部の、 民間人は取り締まりを続けた。ノルマン人47人の乗組員の私略船を抱えるサンシモン隊員は1760年10月にイギリスのフリゲートから逃れるためにサンシモン湾に避難した。サンシモンは1761年にフランスに戻り、数人の乗組員がカラケットとシパガンの人口を増やし、1762年にサンシモン村を設立した。 1761年夏、ピエール・デュカルベは、マレー総督の依頼を受けシャルール1の国勢調査を行った。この国勢調査の後、通商破壊の報復として、ポークムッシュの州長、エティエン・ル・エッシュボックに導かれたロデリック・マッケンジーは、1761年10月に、アカディジンに対する襲撃を組織した。マッケンジーは、ニッピジグイットの住民を捕らえた後、 ガブリエル二郎の息子、ジャンバティストと取り決めをして、カラケットから20人だけの捕虜を連れて行った。その後、彼はシパガンで、ほとんどの住人を捕らえたが、船のスペースがなかったため、ミスクーで捕虜の一部を放棄せざるを得なくなり、その捕虜をミクマク人の監督下に置いた。マッケンジーは、その後、ネグアックに行ったが、森の中に隠れていた赤木人を見つけられなかった。 この襲撃を逃れた赤木人たちは、ボナバンテュールやミスクーなどのシャルール1の他の場所に避難した。レモンブルダージュは1762年にカラケットに漁場を設立した。ノルマン人の漁師が何人か定住していた。1763年、イギリスはパリ条約に調印して公式な立場でかりを掃除て、領地する。その後、 1763年の王室宣言により、赤木人は村に戻ることを許された。1766年、アングロイコールノルマン人のシャルル・ロバンは、他の商人たちと力を合わせて、タラの漁業を発展させた。アメリカ独立戦争中の1776年には、クセ船がブルダージュやロバンの施設を含むイギリス領の所有物件を攻撃した。1779年、 マサチューセッツ連隊のジョン・アーラン大佐はイギリスに対抗してミクマク人を引き上げた。カラケット港を攻撃し、7月にはミラミッシュ側での戦闘に参加したが、バイパー号に捕らえられ、ケベック市で投獄された。9月22日、ポークムッシュ、ミラミッシュ、レスティグーシュのミクマクを代表して、ジョン・ジュリアン州長とマイケル・フランクリンとの間で平和条約が調印された。 シャルル・ロバンは1783年に活動を再開し、カラケットに重要な漁場を設立した。当時の家族は内陸の奥の全天候型の家に住み、多くの家族は海沿いに両小屋を建てていた。メゾネットという村はこれにちなんで名付けられた。1768年にはカトリックの宣教師が再び訪れるようになった。 最初の礼拝堂は1791年にサントアンヌ・デボカージュに建てられた。国外追放の後、メムラムクックは赤木の主要な村になり、その住民は他のいくつかの町村を設立した。トラカデは1785年にミシェル・バスタラッシュとジョゼフ・ソーニエによって設立された。ロデリック・マッケンジー襲撃からの難民は1790年にラメックを設立した。 デュゲ家ケとマイエケの家族には、ロビションへが加わり、1791年に、シパガムを設立した。ポークムッシュガーの谷は、1797年から、インカーマンに定住したイジドールロビショによって、植民地化された。ポークムッシュは1812年にギルバート・デュークとジョン・トフェムによって設立された。半島の最北西部は混雑しておらず。 高い崖が海からのアクセスを困難にしていた。アレクシ・ランドリーの孫であるシモン・ランドリーは1808年にグラン・イコール・タンスを設立し、その後、テリオイエは1819年に移住してアンブルーを設立した。三崎地域はその後の数年間にグラン・イコール・タンスからのイギリス人移民とアカディ人がだんだんと住み始めた。 ケネディ・ F ・バーンズ最初のカトリック教会は1843年にネグアックで建てられた。トラカディのハンセン病療養所は1849年に設立され、1965年までカナダ東部のすべてのハンセン病患者を治療していた。カナダ連邦の設立は、宴会州の経済に大きな影響を与えた。パケットビルは1866年に、 農業村として設立された。バーンズビルは1874年にケネディ・フランシス・バーンズによって伐採のために設立された。パケットビルの南に位置するサンティジドールは1876年にガニオン神父によって設立され、パケットビルとグランイコールタンスの間に位置するサンデオは1878年に設立された。英国北アメリカ法はモントリオールから 大西洋までのインターコロニアル鉄道の建設を規定した。エンジニアのサンフォード・フレミングがポケスディに終点を建設するという提案をしたにもかかわらず、1868年に作業が開始された時、ルートはハリファックスに迂回した。ケネディ・ F ・バーンズが議長を務めるバサーストに本拠を置くカラケット鉄道会社は、1887年により、 控えめな鉄道の建設を始める。バーンズは自分の工場に利益をもたらすために、初めてのルートをバーンズビルに迂回させ、その後、選挙場の理由で終点をポケスディからシパガンに移した。1月27日の射撃。1871年、州政府は共通広報を可決し、学費は改善されたが、フランス語を教えることが難しくなり、 宗教教育に終止符が打たれた。州のアイルランド人、数人の国会議員、聖職者に支えられ、住民は抗議し、カトリック学校の存続を要求した。この危機は、州連邦議会の複数の議員の敗北を引き起こし、ジョン・エイ・マクドナルド政権を弱体化させ、マクドナルド政権の没落に貢献した。同時期、カラケットの漁師たちは、 特定の店でしか交換できないトークンで支払う企業のせいで非常に困窮していた企業は漁師が生き延びるための量を与えていただけで十分な量を与えていなかった漁業者の経済状況も加え法律による不満が一部の住民の間で反乱を起こしたこれはルイ・マユ事件カラケットで2週間の暴動にまで発展することになる警察は民兵と カナダ軍の協力を得て介入した。27日の銃撃事件では、ニューカッスル市の民兵、ジョン・ギフォードとアカディ人のルイ・マユの二人が死亡した。19世紀末のアカディ半島にはまだ医者がいなかった。そのため、1877年にポークムッシュの教区司祭となったスタニスラス・ジョゼフ・ルセットは、ホメオパシーを学んだ。40キロ離れた人まで治療し、 通信で治療薬を販売し、奇跡の男の愛称で呼ばれるようになった。彼の成功は後に、新人医師からの批判を招いた。サクレクール大学サクレクール大学は1899年にカラケットで設立された。1906年、バンク・ドゥプップルが赤火で、最初の銀行支店を同庁に開設。1915年の火災で、サクレクール大学が消失。 鉄道の便が悪かったこともあり、カラケットに代わって1921年にバサーストで再建された。グロスター軍は大恐慌によって大きな打撃を受けた。ノートルダムイコールデイコールゼラブルの農業村は貧しい家族を収容するために1939年にパッケットビルの西に設立された。設立は1950年代にロッシュビルと、 バルデセットの集落にまで拡大した。1939年、電気は初めてカラケットに設備された。データンの搾取は1940年に始まった。漁業会社間の競争により、ロバン社の活動が阻害され、1958年にカラケットの施設を閉鎖した。アカディ半島は、1826年から、首都がワサアストにある。 グロスター軍のシャルール地域の自治体によって管理されていた。シパガンは1948年に市政施行された。同時にカラケット商工会議所は町の発展に大きな役割を果たした。1961年に憲法を提案した。ルイロビ所の番人に機械均等計画の結果、1966年に軍のコミューンが解散し、 それに代わる多くの地方サービス地区と自治体が形成された。トラカリは次第に行政の中心地となり、半島の地方権力の均衡化が有権者の投票率を高めた。1960年代に州の経済に依存していた造船業は衰退の一途をたどった。州政府は経済再生のために紡石工場を建設したが、セントジョン地域にしか建設されなかった。 関東出身の人格者が政府の説得に成功し、地域内のいくつかを開くことができた。こうして、トラカリのサンシャインミルズ、サーテックスとその後のメディナミルズ、カラケットのウィンク、ポークムッシュのフィルスフィンアトランティックは多くの雇用を創出したが、1億2千万ドル以上の公的資金が消費された後、すべて閉鎖された。1960年代、 周発の原子力発電所の建設が計画され、その候補地の一つがアンブルーだった。住民は建設に反対し、代わりにポアントルプローに建設された。1960年、ノートルダムイコールデイコールゼラブルは、まだ開発が進んでいなかったため、州政府の政策により、ブルーベリーの共同組合が設立された。他に1960年代の大きな計画は、 オケスディの港の建設であったが、これは中止され、最終的にはベルデュー運行となった。ドーソンに巨大な製鉄所も予定されたが、最終的には建設されなかった。1948年に設立されたシパガン修道院は、1960年にジェジュマリー大学となった。1963年にバサースト大学に編入され、その後モンクトン大学に編入された。 1970年、ミスクー沖で、レディオーデッド号は痕跡を残さずに沈没した。同シリーズのレディドリアン号は、1年後に、マドレーヌ諸島沖で沈没し、乗組員の3人が死亡し、生き残った乗組員は、アポロ3号に救われた。この9人の死は住民を狼狽させ、その後、シリーズ3隻目となるマルク・ギレンヌ号は危険死された。やがて連邦政府に買収され、 別の鮮明で太平洋岸に移転された。1972年にシパガンのジェジュマリー大学の学科が増えた。1975年にはある報告書が拡張を提案し、別の報告書が閉鎖を提案した。1975年12月17日にフレデリクトンでデモが行われ、同日立法議会で法改正が行われ、1977年に 大学が開祖され、シパガン大学センターが設立された。ポークムッシュ空港は1978年に開港した。1980年代にはズワイガニ漁業を揺るがす危機が何度も起こり、1992年にはタラ漁のモラトリアムが課され、経済に打撃を与えた。シパガン大学センターは、1993年から1995年の間に、 大幅な拡張が行われた。1996年のシパガン光での暴動で警察官が負傷した。同年12月、文部大臣は地方の学校数校の閉鎖を発表した。1997年5月には問題の村の保護者たちが学校閉鎖を免れようとデモを行ったが、百九十六年の暴動の反動から GRC はデモを激しく弾圧し、 酸素と酸指問で暴動を起こした。何年ものでも、裁判、調査の後、GRC は公に謝罪した。CCNB ペナンスールアカディエンヌは2000年に、シパガンで設立された。CCNB ペナンスールアカディエンヌ。2003年5月2日、カナダの漁業、海洋省は、ズワイガニ漁獲枠を変更したせいで、従来の漁業者に不利益を与えた。5月3日、 全国的な抗議運動が行われていた、シパガン港では250人が船舶や漁具、建物に放火する暴動が発生した。事後、ニューブランズウィック州市場最大の犯罪捜査が行われた。ラメックの、オテルイコールデュートアンファンイコールジェズユ病院は2004年に閉鎖され、シャルール地方病院はサービスを拡大した。これにより、 フランス語のサービスの質に影響を与えるとの声が上がり、一連のデモや法廷闘争が行われた。法廷での敗訴にもかかわらず、2008年まではサービスが徐々に回復し、その以降、施設は再び病院となり、サンティジドールに4番目の地域保健センターが開設された。サントセシル教会。カラケットのサンピエール大通り赤里半島の町村は、 幹線道路に沿って建てられているため、街道沿いの町村、線上集落となっている。中心部には、遠くからも見えるように重要な道路の角にある高い、境界があり、カラケットのように広場の前にあることもある。港町も港が中心で、グランイコールタンスは、旧鉄道の駅を中心に編成されている。最近の役所は、中心部から離れた場所にあることが多い。 赤ィ半島は都市のスプロール現象の問題に直面している。赤ィの旗三区幕の旗ほとんどの自治体は95%以上がフランス語の母語ア者である。英語が主に使われているのはミラミシ川流域に接する半島の南部。主な英語の町はタブシンタック、オークポイントバルブリッジ、ブラントビル、ベディニュージャージーに限る。さらにサンレオでは 人口の6%が英語を母語としており、ミスクーでは3分の1は英語を母語としている。バーンとチャーチでは人口の約41%がミクマク語を母語とし、55%が英語を母語としている。住民に高度な英語化が起きており、ミクマク語を日常で使う人は約16%、英語を使う人は77%となっている。 アカディ半島の最も古い伝説は、ミクマク族に由来するもので、ミスクー平原に生息するメスキのグーグーなどが挙げられる。サミュエル・ド・シャンプランは、グーグーと呼ばれる鬼を著作で触れ、他の探検家はシャルール湾から見える半島の端にある、ビュットド,ドールに言及する、等、地元の伝説が文献に登場している。他にも、海賊の存在や悪天候を告げる、幽霊船など、 歴史的な出来事に由来する伝説もある。ミスクー宝島は捕獲できなかった宝物にちなんで名付けられたもので、ルグレや他の場所にも同様の伝説がある。七字山や踊る悪魔など多くのフランス語圏の地域に共通する伝説がある。アカディシュ祭日は8月15日にスツーラウラで祝われ、公園、花火、そして伝統として2つの主要なものは、 タンタマールと船舶の祝福である。他の多くの祭りが開催され、赤ィの文化首都であるカラケットには十数個の祭りがある。三モンでは、毎年、国ク祭りの期間中、三モン隊位の到着が再現される。赤ィ半島には、多くの観光名所がある。ラメックエコパークでは、この地域の多様な自然環境を観察でき、多くの種類の鳥が生息し、 約30市を有する樹木園がある。地域には、グランイコールタンスの創設文化博物館、ベルトランのビール博物館、カラケットの下級博物館、アカデ博物館、トラカディの歴史博物館など、展示は多分にある。パケットビル市庁舎には、歴史ホールがある。アカディ半島には、4つの市、10個の村、3つの先住民保護区、55の 地域サービス地区がある。DSL や先住民保護区は厳密には自治体ではない。三つの先住民保護区はエスキノビティ地区の管理下にある。なお、いくつかの集落で構成されている自治体もある。詳しくは、グロスター軍の地名一覧、ノーサンバーランド軍の地名一覧をご覧ください。一つの半島、一つの都市数年前から、 赤で半島のすべての自治体を合併して一つの都市を作るというプロジェクトがある。この都市の推定人口は5万人で、実現したら州内で4番目の規模となる。州の選挙区に対応した4つの行政区が含まれる。すべての町や村はこれらの地区の区となり、町役場はポークムッシュに置かれることになる。その都市はジョゼフ・ブロサールの愛称にちなんで、ボソレーと名付けられる。 バルナール・ロード元首相は1999年にこの合併を支持する発言をした。2002年4月、三部の地元グループが各自治体の諮問委員会に正式な要請書を送ったことで、このプロジェクトは再浮上した。結局は実現しなかったが、その数ヶ月後に行われた世論調査では、地域の住民の大半が合併に賛成していることが明らかになった。 農業半島では農業は決して発達していなかった。土壌は全般的に貧弱で、東の湿地帯では山性、西では岩石が多く、ポークムッシュだけが州の東海岸で最高の土壌を持っていた。今でも一部の地域では縁麦と干し草などの飼料作物を中心とした混納が行われている。ジャガイモはカラケットとネグワックで栽培されている。 半島の西部とシパガン地区には、いくつかのブルーベリー農場がある。西部には、牛の農場、カエデ畑、大麦畑などもある。クリスマスツリーは、西部とネグワックで栽培されている。ノートルダムイコールデイコールゼラブルは、カナダで最大のアドベントリースの生産地である。漁業、ラメックとその港。半島には17の港があり、主に漁船とプレジャーボートが利用している。 カラケット港とシパガン港は州の主要2港。シパガン港にはオフシーズンの渓流保管やカナダ沿岸警備隊の中屯地があり、カラケット港には造船所がある。データン20面以上のデータン地が商業的に利用されており、そのほとんどがシパガン地域にある。伐採伐採は十九世紀初頭に背景地で始まったが、木の種類、データン地、火事の頻度などの理由から、 実際には発展しなかった。1970年代、バイコールカラケット造船所は、1970年代の海洋リフォーム産業と地元産業の機関だった。2009年から5年間にわたる1000万ドルをかけて施設を改修するプロジェクトが行われた。しかし、改修が終えてもオーナーが現れなかったため、2020年の時点でも州政府は買い手を探している。 アカディ信用組合の連盟の本部はカラケットにある。2004年にはシッパガン信用組合が連盟に加盟した。ランファンジェジュ病院ラメックのオテルデュ病院、トラカディ・ジェイラ病院、カラケットのランファンジェジュ病院の3つの病院がある。ミスクー、ネグアック、パケットビル、サンイコールイジドールには診療所があり、カラケット、シッパガン、トラカディ、 ネグアックには救急ステーションがある。ただし、バサーストのシャルール地域病院とミラミシ、地域病院ではさらなるサービスが提供されている。モンクトン大学、シパガンキャンパスすべての主要な村にフランス語の小中学校と高等学校がある。ほとんどの自治体には公立図書館があり、移動図書館がすべての町村を提供している。シパガンは、 CCNB ペナンスールアカディエンヌの恩恵を受けている。CCNB ペナンスールアカディエンヌは、ラメック、カラケット、パケットビル、トラカディ、ネグアックにも学習センターがある。現在、CCNB と提携している、漁業大学はカラケットにある。シパガンには、モンクトン大学のキャンパスもある。ミスクー協道路交通修道11号線は、 半島の主要な高速道路で南のシェディアック市と北のケベック州を結んでいる。道路アクセスは州の他の地域に比べて悪い。最もアクセスが困難な地域はシパガンでポークムッシュからの修道113号でしか通っていけない。ミスクー島は1996年からラメック島と1959年からシパガンと橋でつながっている。 バイコールカラケットとシパガンの間に提案されている橋はこの地域の孤立感を大きく軽減できる。赤ィ半島には公共交通機関がない。街にはタクシーやレンタカーのサービスがある。トラカディアスーコの自治体は深刻な交通渋滞に直面している。航空、鉄道交通、赤ィ半島には1994年以来鉄道がなくなった。 カラケット線の再建が計画されている。ポークムッシュ空港は小型飛行機に対応し、バサースト空港は西にそれほど遠くない場所にあり、定期的に民間航空機が利用している。海上、河川交通半島の水路は広いものが多いが、今では物資の輸送には使われていない。グランドリビエール・トラカディには漁船が通れる2つの小さな運河があり、 クティトラカディ川では観光用のテコギボートが運行されている。19世紀にはポケムーシュ川とサンシュモン湾を結ぶ運河の計画があった。漁港の中では貨物を受け入れることができるものもあるが、そのような目的で使われることはほとんどない。ありがとうございます。